メイビンさんのところに報告しに行かないといけない。あ、やっぱここいるんだ。家にいないのかな。またこの前のところにいるのかな。動いてないね。なんで家に帰んないんだろうね。呼びたくないんだろうね。私のことを家の中にあげて。おはようございます。言ってきたよ。道具を持ってきたと思っていいのでしょうね。ん？サベリュンは試飲会を中止したようだな。マラスも引き上げたぞ。おっと、なんだろう、おっとっておっとってなんだろう。でもこれしかないね、言うのが。もうお前が先導屋なのでしょ。大した自信のようですが、口ほどのことはあるのですか。うんうん、往々にして自信と傲慢は取り違えられがちなものですよ。そういうの聞いたけどさ、それだけじゃないんだって。ちゃんとね、いろいろ持ってきてる。本当にあの手帳、手紙とか見つけたし。私は仕事を果たした、これ以上ないくらいに曖昧な部分なのだい。いや本当そうだって。あのね、すごい情報をもらってきた。お前を殺さないでおいてあげるのは、ひとえにブリニョルフが割って入って賠償を申し出たからですよ。大したことは分かりませんね。サビョルンの一味を見分ける目印は、この変な小さい紋章だけということですか。それなんか丸とね、剣のやつ。あ、そのシンボルは見たことがある。そうだね、あの蜂蜜種のところ で、ね、誰の印なのかは知りませんが、うん、私の喧嘩を売ったことを後悔させてあげましょうか。ね、この話は急いで盗賊ギルドに知らせてきた方がいいでしょう。分かったていうかさ、あれだわ、ブリニョルフさんが私とこの人の間に割って入ってくれたって言ってたじゃん、仲介役的な。それよ、めっちゃ気にかけていただいてるわ。あ、そう、それでね、私気づいたんだ。この人ね、最初に話した時にシビブラックブライアンに言ってたの。仕事を探してるのか。だったらシビブラックブライアンに伝言を届けてほしい。シビブラックブライアンってメイビンさんの息子でしょ。いいよ、伝言とはどんな。いや実は、うん、最近シビブラックブライアンにフロストを譲ってくれと頼んだんだ。んスカイリムでも指折りの種馬でね、うんうんうん、向こうは承知してくれたよ、うん、こっちは前金で半分支払ったんだが、フロストをもらい受けるよりも先にメイビンがシビを投獄しちまった。シビはこれで話はボアさんになったと思っている、ね、うん、だがそうはいかない、うんうん、シビに話をつけてフロストとあの馬の血統書を持ってきてほしい。そういう感じなんだ。この人がさ、シビさんの投獄をさ、こう助けてあげようとしてるのかと思ってたんだけど、ルイさん、ちょ、ごめん、残念だな、うん、あんたにうってつけの仕事なんだ。でも分かった、あの、あれマジで、あの馬のやつでしょ。知ってるよ、ちょっとめんどくさいんだよね。私あんま馬とか興味ないしな、まあ、シビブラックブライアさんはさ、後で会いに行ってみようか。というかこっそり行かないとダメだろうけど、とりあえず私今気になってるのが、ストームクロークポストってやつね。またあんたの？一体何の？そう言わないで。があるなら大歓迎、うん、あ、これストームクロークニュースっていうさ、こっちではこれなんだよね。どう違うんだろう。今回こっち側でちょっと頼んでみようか。わかったわ。どうなった？あ、わかんなかった。分かったわ。じゃあ分かんなかった。私が、あ、町に何か変わったことは、メスライオのムジョルはリフテンに住み着く前、うんうん、スカイリムをずっと放浪していた。聞いたその話。魔法の剣をなくしてから、あ、そう言ってた。ドワーフの遺跡かなんかの話でしょ。死にかけちゃったって言ってた気がするよ。じゃあブリニョルフさんとこ行こうかな。久しぶりに会う気がする。ブリニョルフさん、ちょっとあのベルランド氏連れてるからいろいろ複雑な気持ちにはなるんだけど、まあ別に私ブリニョルフさんのこと好きとかじゃないしね、気に入ってるだけで可愛がってくれるからさ。やっぱベルランド氏のことも好きとかじゃないしな。ブリニョルフさん、ニルインくんだ。お昼ご飯食べてるの？ごめん。あ、なんか複雑だな、あんな感じでされしてると。ブリニョルフさん、どこいる？できたよ、ホニングブリュー蜂蜜臭のところ。メイビンを怒らすなと言っただろう。もし俺が間に入って埋め合わせをしなかったら、うん、お前は今頃、ま、予想はつくだろう。ごめん、ありがとう。まあ、すげえ怒ってる顔が。我々盗賊ギルドが彼女の、愛玩犬愛玩犬でないということを誰かが分からせなくては、それが私だっていうのがちょっと恐ろしいけどね。危険な道を歩みすぎてるよね。重要な情報を手にしてる。じゃあ本当めっちゃ重要。それもそうだな、うんうん、なら完全な失敗ってわけじゃない。いや本当さ、誰だと思う？メイビンはお前があそこで何かを見つけたと言っていた、うん、ギルドにとって重要なもの。ギルドにとって重要かな、どうなんだろう。あ、まあこれはそうだね、ゴールデンクローと同じシンボルがあった。最初はアリンゴス、うんうん、そして今度はサビア。そうなのよ、こいつは偶然なんかじゃない。そうなの、絶対違う。ギルドとメイビンの間にヒビを入れて俺たちを叩こうとしているやつ。うちらを
なんで私ら関係あるの？何かできることあるか？メイビンさんを陥れようとしてるんじゃないの？私ら関係あんだ。そうだね、ギルドを悪いものじゃないようにすればいいんだよね。きっと評判を良くしていけばメイビンさんに守ってもらう必要もないし、メンツも保たれるっていうことかな。メルセルは新たな目の上のタンコブを探し出す方法があると考えわざわざ探さなくて、あ、でもそうか、うっそ、嫌だな。早くした方がいいぞあそこまで怒っている姿は見たことがない。もうやだ、ならず者の愚行。おしゃべりする時間はない、メルセルがお前を待っている。はあ、行かないといけないの。おしゃべりする時間はない。あの人苦手なんだよな、私。メルセルがお前を待っている、うん、分かってる。 ありがとうね、教えてくれて。あ、帰りたい。あ、帰りたいね。ごめんごめん、もうちょっと付き合って、後で送り届けるわ。プリニョルフさんも一緒に行ってくれる？一緒に行ってくれるんじゃないんだ。やだよ、行きたくない。ほんとあの人すごい私のこと嫌ってんだもん。別に私嫌いじゃないのにな、むしろかっこいいとさえ思ってるのにな。おい、え、お前に話がある。何？今すぐにだ。誰この人、私会ったことあったっけ。お前は本当に根性があるよな。え、尊敬するよ。どういうこと？このギルドに大量の金をもたらしてくれるし、評判も上げている。そうかな、お金は持ってきて記憶があんまないんだけど、つまり山賊の一員だった。あ、山賊から盗賊ギルドになれるんだ。あそこでの最初の数年間は人生で最高の時期だったんだ。どんな女ともやりたい放題。どんな女ともやりたい放題。あ、でもこういうさ、山賊上がりの人でも盗賊ギルドに入れるんだね。10年ぐらい前に。あ、何もうこれ、この人何、自分語りしたかっただけなんだ。なんか結構いろんな過去を持つ人たちがここにいるんだね。ルン君もさ、いろいろ、まあ、お父さんがとか言ってたじゃん。まあそれはいいや、待ち構えられちゃってるよ。よし、なんかご用でしょうか。やっと来たか。あの手紙のやつね、買い取ったってやつか。敵は間接的にこっちを仲間割れなのかな。どうなんだろう、私はメイビーさんに矛先が向いてると思ってたんだけど、これなんだ、意味がよくわかんない。え、どういうこと、何を、あ、称賛するのかって、そっか、あのマークの人のやり方をってことか。あー、ちょっと終わっちゃった。いや、待って、すごい難しいんだって。募集するべきなんだろうって、その人を入れようってことかな。賢いよねって言ってるのかな。これ言ってみよう。冗談言うな。だが確かに奴らは何年もの間正体を隠し通す。奴らって何？明確な目的があって、あのマークの人たちのこと称賛したからといって、このまま団体なんだ、知ってるのっていうか、知ってるじゃん今の言い方。なんか知ってる言い方だけど、どういうことなんだろう。奴らって、奴らは失敗を犯していて、うんうん、お前が回収した用紙にガジュルレイと書かれて、うん、ガジュルレイ書かれてた。情報筋によると、そいつはうちの密偵が以前使用していた偽名だ。そいつの本名はガラムエイ。なんか知ってる、その名前どこから始める。そうだって、あの露天の人じゃないっけ。ガラムエイはトリチュードの東帝都社に忍び込ませたこちら側のスパイだ。あ、違った。ガラムエイ、あ、知ってる、あの人だ。現地に行ってやつを探ってくれ。何か分かったら教えてほしい。あの人、あったら出発前に。待って待って、ドキドキしてる今私。あ、知ってる知ってる、その人。私実際その人ってね、あんま喋ってないんで絡んでないんだけど、ソリチュードではよく名前見てた。あそこのさ、酒場にいる人でしょ。わわ、ちょっと待って、緊張する、ドキドキする。ギルドの連絡先となっているガラムエイというローアルゴニアンと会う予定だって。あの人何、ローなんだ。彼なら盗賊ギルドに敵対する匿名の相手を知っているかもしれない。まあブリニョルフさんとちょっと話してみようか。やばい、ドキドキするじゃん。あ、ついでにベルランダ市、ちょうど今からソリチュードに行くよ。よかったね、連れてってあげる。だね、ブリニョルフさん、ブリニョルフさんどこいる。あ、いたいたいた。ブリニョルフさんなんか微笑んでくれてる。さっきと顔の感じが違う。なんか私に話すことがある。こんなことに関わっているとは思えんな。あ、知ってるんだ。あ、そっか、言ってたもんね。両手を使っても自分の尻尾が見つけられんようなやつ。そう、あの男は物乞いからでも金貨を最後の一枚まで騙し取るが、うんうん、黒幕なんて柄じゃない。なるほど、そんなことができる人には思えないのに。噛んでるってどういうことってこと。彼は問題になると思うか。問題？俺が会った中でも一番強情なトカゲだよ、あいつは。え、彼を殺すべきか。
裏切りなのかな、取引してた。そう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 、これでこう。やり方を受け入れてくれて嬉しいぞ、うん、ガラムへの後をつけていれば、うん、必ずボロを出すはずだ。そうか、あの人そんなに重要な人だったんだ。もうちょっとおしゃべりとかしとけばよかったね。そうね、どう重要なんだ。ガラムへは東提督所の倉庫で働いている。あ、そうなの。ずっとなんかあの人酒場にいた気がするけど、申告していたよりも多く蓄えているのが分かったなら、うん、どうだろう。いや、その情報だけでもかなりの価値。なんか貧乏そうだったから。分かった。あの人がね、そんな風には見えなかったけど、まあちょっとソリチュードに今からまた行くことになっちゃったね。まあでもね、どうせベルランド氏も送っていかなくちゃいけなかったからちょうどよかったといえばちょうどよかったね。では行こうか。ふう、まあ久々だ、みんな。こんにちは。懐かしいね。とりあえず、もう2時じゃん。あ、いるね、ここに。あ、盗めるものがあるよマークがちゃんとついてる。とりあえずさ、ご飯もないし寝るところもないから久しぶりに泊まらせてもらおう。で、ガラムエイさんとは明日話そっか。寝たのかな、もうコルプルさん。もう2時だもんね、誰もいないわ。ベルランド氏、そしたら行くぞ。ありがとう。いや、うん、いいの、もうここまででね。またね、また遊ぼう。コルプルスさん、ごめん起こして。ちょっとお水ちょうだい。うん、あとね、泊まらして。ごめんね、ね、なんかもう顔色悪いわ。うん、ありがとう。あ、もういいよ。あ、いいから寝てて。あ、もういいよ、いいよ、いい、大丈夫。おはようございます。あの人一歩も動かずずっとあそこに座ってるんで大丈夫かわかんないんだけど、なんかちょっとバグってんのかな、あの人。なんかブリニュルフさん的にもね、そんなことするような、というか能力的にそんなことできそうな感じがしないって言ってたよね。おじいちゃんなんのかな、ローって書いてあったし。一体何のようなの、当ててみよう。さするに、あんた盗賊ギルドのものだろ。これはありえないから。メルセルは盗賊ギルドとはもう取引しないと言ってた。あ、言ってるの。なんかでもブリニョルフさんはまだ取引してる的なこと言ってたけどね。お金の入りが少ないぞ最近って伝わってないのかな、メルセルさんから。残念だが、うん、あまり詳しいことは知らない。自分の扱った取引を。そうだ、それはないよ。うん、この真ん中がきっと善人プレイ追加されたやつなんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。お金渡すの。まあでもいいよ、お金払ったらなんか何でもしてくれそうだし。まあ、そういうならただお金があるのかな。手に入れたいと思ってたものがある。え、ファイアブランドワインを一ケース探してる客がいてね、たまたまブルーパレスに一ケースあるらしい。やだよ、嘘。その後ゴールデングローのワインについて話しました。マジでそういうワイロなの。お金渡すんだと思ってた。嘘嘘嘘。あ、どうしよう、メリシフさんとこで盗めって、あそこから。やばいよ、絶対無理。ちょっとお金で解決してあげてよ、もう。どうしよう、何のワインって言ってた。ファイアブライドワインのケースを盗む。だって私エリシフさんとお友達なのに。盗みとかして捕まっちゃったらそんな感じじゃなくなっちゃうじゃん。なんか全然これ善人プレイじゃ。あ、やばい、不潔じゃん。お風呂入んないと。じゃあお風呂入りに行こう。あそこにさ、あの銭湯があるでしょ。まあ、銭湯って言ったらあれだな、ダサいね言い方が。あ、なんかすごいね、ここがソリチュードの浴場です。結構綺麗だよね、このモッドのお風呂。ほんとね、ちょっとたまにね落ちることがあるから、それだけがちょっとあれなんだけど、こっちにほらご飯食べるところもあるし、結構ねいろんなご飯置いてるんだよねこの人。かわいいねここ。なんかやった、家族風呂みたいな感じ。ちょっと見ないで、そんなジロジロ。下着はつけてるからいいけどさ。あー、なんか見て、家中全部さ、あそこにも盗めるものが全部盗めるじゃん基本的に。やばいね、マークつけまくりでもうバレバレなんじゃないの。あ、ジラウド先生だ。あ、ジラウド先生で思い出したけどさ、あ、これだ、エッタシー歌手。あ、なんて名前の人だったっけ、放浪者のさ吟遊詩人の人のおじさんからさもらったんだけど、読めないんだね、シーカー。残念。ジラウド先生持ってんでしょ。これは私の一部だ、命がけで守ってくれ。命がけで。でも結局あなたに返すんだけどね。素晴らしい、やがてエッタシーカ集の最新版が完成する。本当私それ読めんのかな。じゃあ頑張って作っててね、私また集めてくるから。あー、気が重い。まさかブルーパレスに盗みに入ることになると思ってもみなかったな。
あどうしようどうしようというかもうやるしかないんだもんな。あんまりなんかこうそういう悪いことしてる時に昔の馴染みの人に会いたくないよね仲が良かった人とかさ見られたくないな。ちょっと気づかれなきゃいいな私が来たこと。あでも上には登らなくて良さそうだね。下の階の何か食堂かなんかがあるのかな。今の人は夫が死んだから市長になっただけ同棲数ヶ月と持たずに何の話してる。誰が喋ってんの。どうしようこれ撮っていい。もう怖いけど。またこの話に使えるなんて。やばいやばい怖い怖い怖い。あの人あの人が言ってた。あんな目の前でなんか悪いことした。帰りたから早く帰ってもうここ働きたいね。しばらく戻ってきたくないよ。かわいそうだなエリシフさん。悪口言われたり私のことまだ友達だと思ってくれてたらいいけどね。あそっかでもこの世界線じゃないんだそうだった。配信案件になっちゃうねポテマさんのやつとか。だって持ってきたよ。ワインを持ってるな。持ってる。それをよこせば話をしよう。えちょっと待って飲めるのかな。あこれかファイヤーブランドワインケース。あもう固まっちゃってんな飲めなかった。持ってきたよ。素晴らしい。客をあまり待たせて、うん、他のところで頼まれちゃたまらんからな、まあね、そうだけどさ。これを受け取れ。ゴールデングロー農園については知ってることを話そう、うんうん、ある女からとある大きな取引の仲介をしてくれと頼まれ金の入った袋をちらつかせ、うん、アリンゴスからゴールデングロー農園を買い取ってくれるだけでいい。そんなことをする理由を彼女から聞いてないか。まあお金で動引く人にはお金しかないからね。相談中はあまり多くの質問をしないように、うん、怖いもんね。彼女の中に怒りを感じたよ。メルセルフレイに向けられた怒り。元カノえ何なんだろう。名前もわからないと。いやそれ名前も名乗らないよね。名前はあまり問題にならない。そうだよね。何だろうこれどういう話。それだけで身分証明になるって知ってるのはそれだけだ、うんうんうん、嘘をついてるなって何だろう。言った覚えはない、うん、俺たちの取引は終わったんだ、うん、これで失礼する。もしかしてこの人後つけたりすんのかな。全部話したんだもうほっといてる。あ分かったちょっと知らんぷりしとくから。あれとか行くんじゃないの。どこ行くんだろう。東帝都社で働いてるって言ってたからまあ下に行くんじゃないかなと思うんだけど。出てた出てた行こう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 。よしよし。あ行ってる行ってる超バレバレ見てるよ横目で。出てってる出てってる。下に行くんだと思うんだよね。だけど東帝都社ってさほんとなんか今なんもないんだよ。在庫が積み荷とかというか商品がないんだよね今東帝都社って。私が何もしてあげなかったからっていうのが一番大きいんだけど。だからあの人もさそんなに今裕福じゃないと思うから。あ行っちゃう行っちゃう話されちゃう。まあね儲け話に乗っちゃうのも仕方がないといえばそうなんだよね。たださ女の人って言ってたけど誰なんだろう。メルセルさんを落とし入れたいっぽい感じで言ってたな。なんか関係があるんだろうけどなんだろう色恋沙汰かな元カノとかさなんかそういう感じかなってちょっと思っちゃった。メルセルさんの元カノか。なんかあの人は元カノっていうよりもなんか前妻とかそんな感じするよね。なんか既婚者っぽい雰囲気が出てる。でさ多分ね超美人メルセルさんの奥さん。まあ奥さんなのか元妻と言った方がいいのか分かんないけど勝手な想像だけどね。町すべてがお前に感謝してる。あ炎の祭りってオラフ王の話か。そうなの。なるべくしてなっただけで。あれはどんな感じなんだろうなメルセルさん。でもなんかちょっとワーカホリックっぽいからな。一緒に住むのはちょっと息苦しそうな感じがするね。もしくはもう全然家に帰ってこないとか。いやあれが家で出れてたらやばいよね。でもあの感じで家で出れてたらやばいでしょ。もうそれは好きでしょ。なんならだって私パッと見の感じだけで言えばメルセルさんの方が好きまであるもんね。ブリニョルフさんとかよりも。正直そんなブリニョルフさん好みじゃない。いや、好みじゃないわけじゃない。ただでも優しいからちょっと好きっていうだけなんだけどね。ブリニョルフさんはメルセルさんの方がミステリアスで気になっちゃうよね。彼ならまあサディス。あれそっち行っちゃうの。そこでも入っちゃいけないんだよ。あっち行っちゃった。私そこ入れないんだけどな。どうしよう。結構行くじゃん。もしかして入っちゃう。
あ、入っちゃった。あ、でも今門番の人がいない。あ、待って、これなんだっけこのマーク。あ、ちょっと待って待って待って、下三角の丸、あ、これだ。このシャドウマークを見たら他の道を選ぶか命がけで進め、これはその先や扉の向こうに荒地待ち受けているということを意味する。どうしよう、ガゼン書いたんじゃんそこに。でもちょっと待って、あの人こっち向かない手になっちゃったんだ。だって見つかるじゃん。いける、入っていいのかな。ここでもしかしてその女の人と落ち合うのかな。大丈夫、私超無防備なんですけど大丈夫かな。あー、なんか私なんかちょっとじわっと覚えてる。てかすごいね、ここさすごくない？この真上ってさ、ソリチュードでしょ。人がいるよ、こんな空洞あるんだ。なんかさ大丈夫なのかな、これ地震とかでここ崩れちゃったら街全体が落ちるじゃん、怖っ。ちょっとまた、ちょっとキツネくん、キツネくんちょっとこっちおいで、着替えよう、ちょっとお着替えしよう。これに着替えようか、怖いね。ここで一回セーブしとこう。私なんか持ってんのかな、矢とか。人がいるんだけど、二人いるよ。もう完全に私敵なんじゃないの、あの人ら。やばい、これ消しとこう。ガラムウェイを探せばいいんだ。嘘、人いない。あー、キツネくん、多分この明るさも普通ならさもっと暗いはずなんだよね。まあ普通ならというか、リアルっぽくしようとしたら暗いはずなんだけど、私ちょっと動画用に明るめに設定してるからいい感じに明るいんだと思う。これ真っ暗だったらめちゃめちゃ怖いはず。どうにか戦わずに行くことはできないのかな。隠れたまま永遠に行ける。え、これ何、角じゃない、頭とかだ。あ、剥製、あ、密輸してんのかな。売れそうだもんねこの角。別に何も入ってないんだ。ええ、ちょっと待って、怖い。やめて、怖いよ、やだやだやだ。何、うん、ダメダメダメ、やめて、嘘嘘、バカ。ちょっと嘘でしょ、めちゃめちゃ。どうなんだろう、これもうこうやってやっていくしかないってこと。悪いことしてる人なのかな。え、なんだの、ちょっとわかんないよ。大丈夫なのこれ。イーストエンパイア、え、ちょ、東帝都社の人なんじゃないの。だって倒していいかどうかわかんない。本当大丈夫なの、これは。私は善人と呼べるのか。はぁ、やだと言いながら撮ってる。すごくん、残しときたい気は山々なんだけどさ、もう見つかれないじゃん。何事もなくおしゃべりして終わりたかったんだけど、なんか扉の向こうにいない？なんかこう向こう側に確かに建物があったよね。そっち行けってこと？あそこいんのかな、あの建物の中。3人いる。まあさすがにブランとしてさ、あ、なんていうの、朝栗みたいにブヨーンって行けるわけではないよねこれ。あ、すごいね、食べ物もいっぱいある。チーズの量よ。なんかいろいろ落ちてるから欲しいんだけど。あ、一人殺しちゃったのダメだったんじゃないかな、あれ。もしかしたらだけど、この人にも見つかりたくない。やめて、今動かないで。やだ、こっち来ないで、あっち行って、あっち行って。そう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 、そこそこで止まる。私どっち行けばいいんだろう。ちょちょちょ、どうしようどうしよう。裏じゃないでしょ、裏から行けるかな。あ、なんか行けそう。足がガクガクする。やっぱ超怖。どうやって行くのこれ。あー、なるほど、あー、なるほど。あ、ちょ、あそこいる。早く行こう行こう行こう、見つからないうちに。どこ、もう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 急ごう。え、どこ、あ、ここ、上と思った。どこどこどこ、え、どこ。待って待って、変な、なんでそんなとこいんの。どうやってそこに行くの。来てる人がいる、そこに。裏から回ったりできるような見えないけど、あ、なんかありそう。うん、でも、あ、水に入って大丈夫？ここ来て、ここじゃない？